どうも、つやです。会社員なんかしていると、処世術というのが気になってきますよね。まあ、どうやったら出世できるのかだけじゃなくて、たまに起こる政治的な出来事に対して、どう過ごしたら無事に生き残れるかなんて考えたりもします。まあ、そこは先人たちの知恵を拝借しようってことで、三国時代の義の先人たちの生き方から検討しようかなと思いました。三国時代は戦乱の時代です。想像以上に殺伐とした世界なんです。今も本質的には変化ないように思いますが、政争に敗れた人物は確実な死が待っています。偉くなればなるほど足を引っ張ってくるやつも多数いますし、権力の頂点にいたとしても明日には突き落とされているかもしれません。権力者に気に入られなかったら殺されるし、警戒されても殺される。まあ、どんなことあるのかっていう理由で殺されたりもしますから、宮遣いも命がけなわけです。そんな魑魅魍魎の世界を生き残った3名をご紹介し、どうやったら生き残れるかをお伝えしたいと思います。その前に、三国時代というのはどれだけ身の安全が保障されない世界だったかというところからです。まあ、淳育という人がいます。まあ、彼は王佐の才と言われるほど参謀として素晴らしい才能を発揮した人で、曹操の覇業を陰に火に支えた人なんですが、曹操の方針とは違う方針、まあ、彼の場合は官室復興と言いつつ、名士たちの利権を代表するような政権を模索していましたが、曹操は君主権を確立用として対立することになります。で、曹操は長年功績があった淳育を自決に追い込むわけです。曹操から送られた器の中身が空だったために、その意図をお前はもう用済みだと解釈した淳育は服毒自殺をしたと言われています。器は空だったと正直に言っても、中身があったとごまかしても主君を誹謗した罪を受けるため、そんなもんが送られてきた時点で罪だったわけです。淳育のポジションは他の勢力で言うと諸葛亮だったり周瑜だったりするので、それくらいの人物でも殺されてしまうんです。まあ、そうやって曹操に殺されたのが蔡元ですね。彼は完全に無実だったんですが、曹操が義王になった時の上奏文について言いがかりをつけられて殺されます。彼は芝居や孫霊など世に出した人物であるので、影響力は大きい人物だったんですが、邪魔になると思われたら最後殺されてしまいました。孔侑は孔子から数えて20代目の子孫ですが、直言孤児な孔侑は時の権力者だった曹操と断るごとに対立したために、曹操に疎まれて妻子ともども処刑されてしまいます。まあ、なんだか曹操の残虐性だけ際立って見えますが、芝居一族も同じです。権力獲得の過程で邪魔になるものは物理的に排除します。関安は聖母の胤禌が曹操の目掛けとなったために、その関係で曹操の養子として養育され成長した人物です。まあ、とはいえ政治的には何の実績も実権もない人物でした。病気と称して引退状態だった芝居が曹操不在の隙にクーデターを起こした事件がありました。関安を含む曹操派の主だった人物は捕らえられ処刑されたんですが、彼は個人的に芝氏と親しかったにもかかわらず、あっさり処刑されました。芝氏の権力過程では大量の人士が処刑されたりしています。当該もまたその犠牲者の一人と言われています。蜀を制圧するという比類なき功績を打ち立てたんですが、表向きその功績を憎んだ蜀会の策略によって処刑されますが、実態は芝将の方針に従わない総理を見せたため疎まれて処刑されたんです。彼は日頃の独断専行の癖があり、そのせいで身を滅ぼしたとも言えます。いずれにせよ、どんな権力があって功績があっても君主に嫌われたら処刑されるというコースが間違いなく存在していた時代ということです。そんな中で天寿を全うした人たちがいます。まずは郭、領州武威軍の人ということなので、かなり辺境の出身です。この辺りは漢族や羌族、羌奴らが多数民族が雑居しており、交易の要となっていたね、かなり豊かであったそうです。ですが基本的には何もないです。とんでもない田舎です。若い頃は無名だったそうですが、天水にいた円柱からめちゃめちゃ頭ええやんと評価されて世に出るきっかけを作りました。円柱は名士と呼ばれる人たちですね。要はこの種の人たちに評価されて初めて官界にデビューできる仕組みがあったんです。ちなみに円柱は黄巾軍討伐成功の功績で名を挙げた候補数に定位につくように助言した人です。まあ、結局候補数は定位につかなかったんですが、もし定位についていたらその後の董卓は存在しないし、当然袁紹や曹操も存在しなかったわけです。彼にはその度胸も勇気もなかったということですね。郭は同郷の武将にくっついて出世していきますが、同郷の武将が董卓、李郭、段淮、長州と全員領州方面の出身です。董卓は漢王朝を実質的に滅ぼした人物ですが、辺境にいる頃は有能な将軍として活躍していました。中央で政治に関わるようになって暴君となり殺されてしまいます。董卓の娘婿の牛歩につけられたため巻き添えを食いますが、李郭に加わり董卓の復讐戦に参加します。その結果呂布を追い出し、王院を殺して長安を奪回することに成功しました。李郭らが奉公や尚書牧野の地位で郭の功に報いようとしたんですけど、郭はそれを辞退し尚書となって人事を担当することになりました。
まあ、しかし李鶴のもとには長くはいません。元帝が長安を脱出したので郭は印字を返上し、同軍の段淮が駐屯していた海印に赴いたんです。これは単純に将来性がないと思ったんでしょう。まあ、しかし段淮が内心郭に実権を奪われることを恐れていたために、これを察した郭は南陽軍にいる長州の招きに応じ、彼に仕えることにしました。郭の家族は段淮の元に残ったんですが、郭の予想通り段淮は長州との関係を気にしてそれを厚遇します。逃亡するにしても先を読んで行動してますね。さすがです。彼の本領が発揮されるのは長州配下になってからです。長州もやはり領州出身でいろいろあって内容に行き着きます。まあ、そこで参謀になった郭の意見をよく取り入れて生き残りを図るわけ。郭は彼に早々に遠く呼ばないと言って劉表に同盟を結ばせます。縁に駐屯し劉表軍と合流したということになっていますが、実際は劉表軍の別動隊的なポジションです。単独では勝てないと思ってたんでしょうが、長州は早々に攻め込まれて降伏することになります。まあ、ここからですね、まあ、早々調子に乗ったんでしょう。曹操が長州の族父の長生の妻を目かけにし、さらに長州を暗殺しようとしたために長州は反乱を決意したと言われています。長州は郭の計略に従い、長州軍と曹操軍の陣営を通過する許可を曹操にもらった後、曹操軍を奇襲して大いに打ち破り、曹公天意曹安民を戦死させました。曹操の一族も戦死する大敗を喫したというわけです。天意は曹操のボディーガードでしたから体を張って曹操を助けました。で、その後劉表と組んで何度か曹操を撃退するんですが、やがて曹操は袁紹と対立するようになります。袁紹は長州を味方に引き入れようとします。長州はこれを応じようとすると、郭は曹操に下るように進言したんですね。まあ、当然渋ります。だって親族を殺したし、お気に入りの護衛も殺しちゃったわけですから、旧敵と言っていい間柄です。郭は曹操が天子を擁していることと、弱小である曹操だからこそ味方になる勢力を必ず厚遇してくれること、天下を狙う曹操なら個人的な怨恨を水に流すことで自分の徳を内外に知らしめようとするに違いないことを理由に挙げました。要は今なら自分を高く売れるぜというわけです。果たして郭の言う通り、曹操は彼らを冷遇しました。こうして曹操の参謀になるんですけど、袁紹との戦いでは兵糧役といった活躍をし、その後馬長との戦いでは馬長の盟友関水との間を割く作戦を立てて勝利に導きました。当然ですが、できる男には仕事ばかりかいろんな依頼が来ますけれど、彼は自ら子さんでもないのに策謀に長けていることから疑われることを恐れて門を閉ざし、私的な交際をしなかったと言われています。まあ、曹操が後継者を誰にするか決め上げた時も、それとなく曹丕に継がせようと促したりしていますが、決定的なことは絶対に言いません。曹丕は曹操の後を継いで義王になると、郭に感謝して三公の一つである隊に任命しました。77歳で天寿を全うしたと言います。次に挙げるのは定育です。義の創業時代に活躍した曹操の参謀です。身長は190センチという巨漢で、見事な髭を蓄えていたと言われています。もともと名前は定律という名前ですが、定育に改名しました。その功績は比類なきものです。呂布の反乱の時に拠点を守りきり、曹操が帰還できる土台を守りました。もし陥落していたら、曹操は大変な時代になっていたでしょう。また強大な勢力だった袁紹と対峙した曹操が急王になって撤退しようとしているのを知った激励し、袁紹の言われるままに家族を人質に出そうとしている時はそれを押しとどめています。さらには検定が長安から洛陽に逃亡してくると、定育は淳育とともに曹操に検定を迎え入れるように進言しました。これより漢帝国という後ろ盾を持った曹操は覇業を邁進していくことになります。劉備が曹操の元に身を寄せていた時は劉備を殺すように進言しますが、曹操は聞き入れませんでしたが、後で後悔しています。劉備の危険性を見抜いていたということになりますね。また曹丕の傍らで軍事アドバイザーになった時は、捕虜数千人を処刑するか否かの話になりました。周囲は処刑すべき人となりましたが、定育だけは反対し、曹操の意向を聞くように言いました。結果として曹操は処刑するなど返してきたので、曹丕は面目を保つことができました。その後曹操は定育に対して、袁州での敗北の折、お主の還元を無視していたら今日のわしはなかったであろうという称賛の言葉を送りました。一門の者は大宴会を開き祝福したんですが、定育は満足することをわきまえていれば恥辱を受けない、引く時期だと言い、兵権を返上し門を閉ざして引退を申し出ました。要はこれ以上功績を重ねて上を目指すことは身の危険を生じると考えたんでしょう。80歳で天寿を全うしました。最後は原石です。彼は定育よりもずっと後の人で、芝氏による葬儀の定位三奪の過程で芝一族に伝えた人物です。嘘と偽りだらけの儒教のカウンターカルチャーとして老荘思想を体現し、礼法に従わないことで体制に背を背けました。
どういうことかというと、儒教を利用して司馬一族は自らの権力を固めるとともに、自分たちに有利なようにことを動かし、ついには帝位を伺うようになっていったからです。曹操は能力主義という形で、たとえ儒教を治めていなくても、能力次第で引き上げていこうと考えてました。ところが、これに反対していたのが、淳育をはじめとする儒教エリートたちです。彼らは儒教エリート仲間の間から人材を推挙し、政治を儒教の理想の形にしようと考えていました。ところが、君主たる曹操は面白くないです。何せ人事権を握っているのは君主じゃないといけないんです。で対立するんですが、そこにつけ込んだのが司馬懿をはじめとする司馬一族でした。原石はそうした司馬一族が跋扈する世界において、生きていくために司馬一族に仕えないといけない自分が嫌で仕方なかったみたいです。同じように世に背を向けて霊法を無視した連中を、竹林の七賢と言いますが、その仲間の中からでも目をつけられて処刑されてしまう人もいました。まあ、なので原石は常に酔うことにしたんですね。司馬将の幕僚になりましたが、常に酔っ払っていて役に立たないし、司馬将が息子の司馬懿のために原石の娘を嫁にと訪問しても60日間も酔いつぶれて返事もしないというありさまです。母の死に対しては普通は喪に服すところを、酒を飲み肉を食らい、出棺する際は大量の血を吐いて泣くという感じです。生涯は彼を陥れようと何回か時事問題を取りかけましたが、いつも抽象的で難解な返事ばかりだったため、失言を得られなかったとも言われています。原石は青岩と白岩を使い分けることができたと言います。霊法を重視した儒家のような気に入らない人物に対しては白岩で対応し、気に入った人物に対しては青岩で対応したと言い、これを転じて白岩氏と言います。原石が喪に服していた時、刑期は霊法にのっとり聴問しました。すると原石が白岩氏したので、彼は怒って帰ってしまったんですね。で、弟の慶光がそれを聞き、酒とことを持って原石の家を訪れると、原石は喜んで青岩で迎えたと言います。本当の原石は世の人を救う志を持っていたんです。しかし当時、司馬氏による帝位散奪が進む中、政争で命を落とす者が相次いでいたわけで、そうした世の中に嫌気がさしてしまったんですね。政争にかからず、ひたすら酒を飲む、そういう生活でした。あてもなく馬車を借り、行き止まりに会うと同国して帰るということをたびたびしていました。多分自分の人生に固くしていたんでしょうね。時事は論説、人の悪口は絶対に言わずを通し、53歳で亡くなりました。彼らの生き残りの特徴は、疑われないように不要な交際をしない、引き際を見極めて引退する、時事を論説、人の悪口は言わないといったものです。どれも当たり前のことかもしれませんが、生きている限りは難しいです。これらを達しただけでも、彼らの生き残りのための胆力は大したものだと思われます。